イギリス国鉄9階形蒸気機関車。イギリス国鉄9階形蒸気機関車。BR スタンダードクラス九9階は、イギリス国鉄が標準型蒸気機関車の位置形式として、設計、製造した軸配置2から10から0の貨物用蒸気機関車である。イギリス国鉄における最後にして、最大の蒸気機関車となった。1954年に、 ブライトン工場で92000から9 2 2 5 5号の251両が生産された。イギリス国鉄の蒸気機関車全般により、多くが対応年数に達しないまま数年で運用を離脱した。1948年の鉄道国有化で発足したイギリス国鉄は、LMS の戦時給贈機発開化たち、2から8から0666両のほか、 イギリス軍事省簡易型2から8から0を含む膨大な数の重貨物機関車を継承した。イギリス運輸委員会バキソンの蒸気機関車をディーゼル車、電気車で置き換える無塩化を提案したが、全線電化を望むイギリス国鉄指導部はこの提案を受けれず、電化までのつなぎとして新たに標準設計の蒸気機関車群を発注した。この 標準型の重貨物用機関車として登場したのが9階形である。9階形は時速35マイルで9 0 0ートンまでの貨物列車を最善の燃料効率で牽引する様設計された。当初提案では7系、ブリタニアのボイラと2から8から2軸配置との組み合わせであったが、ロバート・リドルスが自身の設計である簡易型2から10から0同様の 二から十から零軸配置を望んだと考えられている。その結果、ブリタニアに比べがわずかに小さくなった。工場地帯での究極線に対応するため、直径五フィートの動輪のうち、第三軸はフランジなし、第二及び第四軸は薄いフランジとした。球界形は新技術の実験台としても用いられた。どの改造でも効率、出力、 コストの改善が見られたが、球会化たち自体の初期故障が解決した後は高効率と高い信頼性を示したため、普及はしなかった。1955年に製造された92020から92029号機の重量では、フランコ、クロスティ式ボイラが使用された。これは、主ボイラの下に設置された補助ボイラに、煙室からの加湿ガスを導き、 機関車右側歩み板に設けられた煙突から排気し、排熱を利用して給水加熱しようとする設計である。煙室にある通常の煙突は点火時のみ使用し、点火後は蓋で塞がれていた。実験では機体ほどの蒸気発生効率向上は見られず、製造コストの上昇と設計の複雑さに伴う管理コストの上昇に見合うものではなかった。向かい風では、 煙が運転室に吹き込んで運転しづらく、二次演出の燃焼ガスが低温であったため生じた硫酸による深刻な腐食が見られた。前期通常ボイラーに乾燥されたが、一部外見から容易に識別できた。92,165から92,167号機の3両は機械式ストーカー付きとして製造された。螺旋状スクリューによって、天川の石炭は、 ひどこまで運ばれ、4本の蒸気管により、石炭を非合紙に均等散布する様になっていた。機械式ストーカーにより、低質炭を利用できると期待されたが、機関助手が手でくべるよりも多くの低質炭が供給され、不守備であった。9 2 2 5 5機には、ギースル式エジェクターが取り付けられ、より少ない排気排圧での同程度の排気、あるいは、 効率を下げることのない排気の増加が可能となった。通常の単一排気管と違い、排気は煙質ガスに順次送り込まれるようになっていた。潜在的可能性に対して、またしてもクレームがついたが、試験工場や実際の運用から出たものではなかった。92,250号機では廃車まで様々な排気管が使用された。わずかながらも確認可能な改善につながった。 唯一の改造は92,178号機以降の前期に設置された日本煙突であった。これにより蒸気発生余裕ができ、より高出力が可能となった。旧開形たちの主要とである重高速貨物列車での運用状況は非常に良好で、イギリス鉄道網の広範囲で用いられた。1982年9月には、胴体保存機の9 2 2号機、 ブラックプリンスがイングランドサマセットにあるホスター,ヨーマン採石場でに162エイトン列車の引き出しに成功し、イギリスにおける蒸気機関車の牽引重量記録を樹立した。9回家たちは旅客列車にも使われ、小径通りながらも高速走行が可能であった。9回家たちがグランサムからキングスクロスまで休行列車を牽引したある日のこと。 乗車した鉄道愛好家の計測では時速90マイルを超えることが2度あったという。その証拠に乗務終了後の機関士に期待されているのは時刻、厳守であり、音の壁を破ることではなと注意があった。機関士はこれに乗務した機関車には速度計がなく高速でもあまりに滑らかな乗り心地であったので安全と思われる範囲で走らせたまでだと答えている。 9階形の高速度達成例はこれだけではなく、92,225号機、イブニングスターモカーディフロンドン間の急行、レッドドラゴンの経引で、即90マイルに達したと言われている。しかし、高速走行に伴う高速回転による走行装置の摩耗損傷を懸念した運行管理部は、9階形の急行列車での運用を禁じた。1960年に、 スーインドン工場で製造された9 2 2 2 5号機、イブニングスターは、番号こそ最大ではなかったものの、イギリス国鉄最後の新製蒸機機関車となった。これを記念するため、命名されるとともに、塗装も通常の貨物機の黒一式ではなく旅客機の緑塗装が行われ、煙突には銅の縁取りが付けられた。イブニングスターはある種特別な機関車として扱われ、 特別列車に幾度となく使用された。1960年夏には、ロンドンカービフ間のキャピタルズ・ユナイテッド急行に用いられた。イギリス国鉄の最終製造機という地位により、保存機として指定され、1965年の廃車と、共にナショナルコレクションに加えられた。イブニングスターは1980年代初期に再度、火が入れられ、貸切ツアー列車に頻繁に用いられた。 以下の旧機が保存されている、機関車トーマスに登場する機関車のモデルとなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。